ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ではね、続きやっていきたいと思います。一週間ぐらい撮影が空いちゃったんでちょっと不安だけど、とりあえずここに来るのは間違いないよね。ムービーが流れるってことは多分あってますね。天の箱舟の中、そう、確かこれで連れてってもらうんだったよね、確か。そう。ギャルイの早く出発しろ。これやっぱり上下の方がいいのかな。この方が難しいとこなんだよね、これはね。多分発動できないんだよね。始動しないんだよね。まあやっぱそうだよね。あんたあの時天使のくせに星のオーラが、うん、多分それだと思うんだよね。ありえなくね。はい。超ウケる、うぜえ。うわ、このギャルインとりあえず黙らせたいですね。できればこういう天使系妖精系はさ、あの SAO のゆいちゃんみたいな感じの顔がいいと思うんですけど、賛同できる方はぜひコメントを。いっぱい人助けして星のオーラを出せばか。まあそういうことですよね。ということはね、ここをスルーして、おそらくですけど、まあ宿のね、娘を助けに行くんじゃないかなと予想ができるわけですよね。ということでね、こっち行きますか。どっちに行けばいいんでしょうね。セントシュタインゾー、間違いないですね。もう一本道なんですね、これね。OK。はい。皆さん、パート1、コメントたくさんありがとうございました。これはパート6ぐらいになるのかな?パート、おっと、新しい敵が出てきた。パート1、たくさんのコメントを、ありがとうございます。90くらい来てるのかな?なんか来すぎてて、あれが、コメントがなんか見切れなくなっちゃってるんですよ。コメントを一つずつ、いろいろと見ていきたいと思います。ベス一発で倒せないのか。すげえな。今回はですね、こちら、ベル0210さんからのコメントを読まさせていただきます。ないんですが、これは相当やった覚えがある。ゼロさん頑張ってくださいというコメントいただきます。ありがとうございます。頑張ります。結構ね、9やり込んでる方々のコメントが多いんでね。まあ自分は初見でやっていくんで、あんまり、ご期待には添えないかと思うんですが、まあやっていきたいかなと。やべやべやべ。ベス逃げれるんだったら逃げちゃうけど、まあせっかくだから倒すか。一発で倒せない敵っていうのはね、効率が悪いんでね。ああ、でも倒すだろう。あと先制取られるの結構エグいんだよな。さっきなんで倒せなかったんだろう。この時点でパート2はもう上がってるんですよね、確かね。パート2の方で、うおぉ、急に出てくんな。スマホで見てる方は、やっぱこれ画面ちっちゃくなるわけで、この、上下比率を75-25にしちゃうとちょっとね、見づらいっていうのはね、間違いないと思うんで、で、この66-33か75-25か50-50しか選択肢がないんで、まあ、あるいはもうこうするしかないんですよね。地図だけ見せられてもって困ると思うんで、まあやっぱこういう選択肢しかないのかな、物理的に。あー、早い!追いつかれるんだ。ちょっとね、この50-50でね、ご勘弁いただくしかないですね。申し訳ないんですけどね。おぉ、布のズボン。まあスマートフォンで、っていうかその、なんて言うんですか、ポータブル機で見るのはもう、デフォルトだと思うんですが、66% くらいの方々ですね。きっと3分の2くらいの方々が、スマートフォン関連で見てる方が多いと思うんですけど。まあどうしても見づらいという方はね、まあここまで頑張って引き伸ばすんで、50-50引き伸ばすんで、なんとか、PC の方で見ていただけたらベストなのかなとは思うんですが、まあスマホでもこれくらいのサイズがあれば見れると思うんだよな。パズドラとかのサイズと変わんないはずなんで、多分大丈夫だと思うんですけどね。毒ガノコな。
ここが限界なんで、もう申し訳ない。なんとか。で、下画面だけ見せるっていうのがこれできないんですよ。残念なことにね。なんとかここで手を打っていただけないかなと。こっちの方が見やすいのかな？左右に並べて表示の方がどうなんでしょうね。パンちゃん。パンちゃん頑張ってほしいですね。ギャルーイはついていくんですね。まあまあ落ち着いてよレナ、私がただ女の子を連れてくると思う。こう見えてもリッカさんはすごい才能の持ち主。私に金庫番の才能があるとか、自信満々にこの宿の救い主を連れてくるっていうから期待してたのに。それがこんな小娘。補充とか、当てにしたのが間違いだとは。ちょっと待ってください。お、パンちゃん頑張れ。その心意気は買うけどさ、宿へやるってことはそんなに甘いものじゃないわよ。だいたいあなたに教えたというお父さんどれほど人だったんだ。ででででーん。宿のトレ、あ、そっか。ででででーんはなんだ？ごま、それはゼルダだ。間違えた。ゼルダだ。失礼した。宿の実力と彼女がその血を引くものであることの孫をこぞなき証。ははー。水戸黄門か？やあや、パンちゃん。遊びに来たよ。そうそうそう、様子見に来たんですよ。あなたが呼び込みに立ってくれたら、ほう。うん、いいよ。二つ返事、いいよ。じゃあまあやってみますか。とりあえず何すりゃいいんだろうな。呼び込んでくるだけでいいの？でもまだ準備できてないんだからだよね。面白い BGM ですね。てんてく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 。まあとりあえず探索してみる。セントシュタイン城、宝箱普通にあるじゃん。朝の軍手、あ、これっぽいな。若干強くなったかな。いやー、初見だと苦労しそうだな、このゲーム。普通に、地下への道が。お、壊せということですね。了解。お任せあれ。壊すのは得意だ。条約層、あ、そんなあんの？あったな、エイトの時条約層。あったあった。赤はその世界の主人公にしか開けられない。青は外の世界に行っても自由に開けられる。あー、Wi-Fi の方の話なのね、これはね、多分。本当は遊びに行くことができたんだ。Wi-Fi サービスが終わってなければ。ははー。おー、小さなメダルもあるんだね、このタイトル。あれでしょ、100枚くらいでグリーンガムのムチとかでしょ。ヨーネ姫。まあとりあえず探索してみるか、せっかくだからね。黒騎士5ゴールド、よしよし。ちょっと装備整えたいところだよね。あの敵を一発で倒せないとちょっとめんどくさいんでね。なんだ、また1年、また一難、なんだなんだ。黒き鎧を身につけた正体不明の騎士現る。騎士を担当する勇敢な者は我が城に来たれ、素性は問わる。なるほど。これをやるってことか。黒騎士な。その黒騎士っていう、やつに会ってみたいですね。
どれほどの力なのか。上のマップが結構見やすくていいよな。おお、ジジイ。ジジイごめん言っちゃった。じいちゃんどうした？ああ、なるほどね。成仏できないのか。あれこれ生きてんのか。いや、幽霊っぽいよね。ゴーストっぽいよね。リッカちゃん、かっこパンナ。うん、なんだこれ。戦歴コマンドの中にクエストリストが追加。これでいいの？新たな仕草、回るを覚えた。なんだこれ。ガッツを見せてよ、クリアしました。よくわかんないけどクリアしたらしい。ああ、こういうやつがあるんだ。やり込み要素が強いって言ってたけど、こういうのも一つなんだろうな、きっとな。まあ最初は簡単だったね、さすがにね。商人っぽい人がいますね。やったー。ワンちゃんありがとう。あおー、かわいい。レオパルドですね。さて、道具屋、かっこよろず屋だと思うんだけど、もう銀融詩人がいますね。なるほどね。防具屋か。まあ、大して上がらないのであれば、そんなに一生懸命つける必要ないんだけど、この9ぐらい上がるんだったらつけた方がいいよね。多分この鎖片びらはね、さすがにどっかのダンジョンとかでパッと拾えるもんではないと思うんでね、買っちゃいたいと思います。はい、一人で戦う上においてはね、防御力がめちゃめちゃ大事になってくるからね。朝になると多分武器屋さんに変わるのかな。あとここまだ入ってないか。違うね、これが武器屋らしいね。レイピアか。鉄の槍はつけれないのか。あー、そっか、武器スキルを上げてるから、刀スキルを上げてるからこれになるのか。そういうことか。なるほどな。じゃあまあレイピア買っちゃうか。レイピアはあれですね、SAO のアスナが持ってた武器ですね。割りかし切るっていうよりはつくっていう感じの武器です。はい、オリンピックでもあるね、確か。フェンシングにちょっと似てんじゃないかな。あんなに細くないけどね。もう主人公に種は使っていこうと思います。はい、わかんないときは主人公に、力の種を主人公に。で、今は取ったのは何だった、あれ、なんだった？まあ、いっか。いいか。よし。だいたい見て回れたかな。じゃあ、夜だと多分入れないよね。そうだよね。朝にしたいんだけど、そういう時はだいたい泊まるが選択肢なんだが、まだ無理かな。あ、いけそうな気する。はい、ありがとうございました。ではね、次回、セントスターイン城に入って、ま、いろいろとミッションを受けていこうかな、と思います。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。
3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。